はい、水上でございます。競馬大学、今回もよろしくお願いいたします。もちろん日本ダービー大予想ということで、前半はスペシャルゲストをお迎えしております。ズーム出演なんですけれども、大阪スポーツ大スポおなじみの松波大二さんです。松波さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、よろしくお願いいたします。ダービーウィークということで、立東はどうですか？雰囲気は盛り上がってますか？そうですね、昔のディープインパクトとかね、いた頃に比べればだいぶ落ち着いてはいますけど、先週では先々週とはやっぱちょっと違うかなという気はしないでもないですけど。しないでもないで4階のスタンドになっちゃったら、昔共同会見の音聞こえてきたりとかしたんですけど、それも全然聞こえなくなっちゃったんで、通常営業なんですね、水曜日なんで。なるほどなるほど。でダービーで追い切る馬も少ないし、西の記者さん、競馬マスコミさんの間では、今年のムードって混戦ですか、それともなんか1強とか2強とか、そんな感じのニュアンスで捉えてる方が多いんですか？そうですね、1強だとは思うんですけど、皐月賞の路線はやっぱ強いから、そうなってくるとあの馬がやっぱ一番かなって、じゃあ、おそらくその一強とおっしゃってるのはこの馬だと思うんで、ジャスティン・ミラノの話から聞いていこうと思います。はい、皐月賞馬でございます。しかも無敗のダービー馬に迷いを挑むわけですけれども、これ皐月賞の時にプラス10キロで出てきました。共同通信杯から2ヶ月空いて、輸送があってもプラス10キロで出てきて、それでいてもうレコードの圧勝だったわけですけど、まず率直、皐月賞をご覧になって、ジャスティン・ミラノのあの走りっていうのはどういうふうに映りました？共同通信杯が終わった段階でダービーかなと思ってて、もうその段階で皐月賞は勝てないだろうなって思ってた。皆さんが言うようにスローしか経験してないし、まだ体も緩いし、いくらポジションが取れると言ってもなっていう感じを持ってたんですけど、直前2週前ぐらいですかね、そこからの上昇度がすごくてね、で僕はそこを見て1週前ぐらいの段階でもこれだなっていう感じで本命に切り替えたんですけどね。クラシック取る馬って急上昇ブーンと来る馬いるじゃないですか。はいはい。これがもう今年で言えばジャスティン・ミラノがまさにそれ。あの皐月賞は勝つべくして勝ったというかね。相手もジャンペル・マンペルか新エンペラしかいないだろうなと思ってたんで。モレイラの神騎乗と言っていいんですかね。あれにはびっくりはしましたけど、でもほぼほぼ予定通りの勝利ではあったと思います。先ほど言った10キロ像に関して言うと、東京ばっかり行ってる馬なんで、この馬。輸送を見越して10キロぐらい減るだろうって作ってたんですけど、それが減らなかったっていうだけで、先を見据えて余裕を持って作ってたわけでもなく、単純に計算したけど、計算ほどは減らなかったっていう、あの同デュースと同じだったんです。なるほど、なるほど。特にそこは気にはしませんでした。今ドーデュースって話出て、増波さんといえばドーデュースっていうのはこの競馬大学の視聴者の方にはもうイメージがあるんですが、皐月賞時点でのドーデュースと比べてどうですか、総合的な面で。僕はドーデュースの上だったと思いますね。皐月賞時点ではドーデュースの方が上。ただ皐月賞というレースに関して言えば、ジャスティン・ミラノの方がいいだろうという、もうこれは陣営も言ってましたけど、ドーデュースに限らずワグネリアンもまた引きもそうですけど、ダービーを考えた乗り方をせざるを得なかったというかね、前に行く足がない、ドーデュースではもう一歩早く仕掛ければ多分勝ったと思いますわ、皐月賞のあの完成度、当時のイクイノックスの完成度の比較で言えば。でもそれをしたら多分ダービーはなかったかもしれないっていう。ジャスティン・ミラノの場合はもう最初からスタートが良くて、ポジションも取れて、出していっても折り合いがついて、富士記者の今までの3頭のダービー馬とはちょっとタイプが全然違うんで、完成度では落ちるけど、レースが上手だっていうところで、皐月賞を狙って取りに行けるんだったら、今までのものだったらこれじゃないかなっていう話は、実は宣伝からしてました。確かに今おっしゃったように、すごく立ち回りもうまい馬だなというのは皐月賞を見て思ったんですけれど、確かにレース内容、規定の速さを見たら、なるほどなっていう気は今はしますよね。ただ、あの皐月賞に関して言うと、もう一週前の段階で、それこそ藤岡浩太ジョッキがね、これ以上攻めるともうちょっと危ないよっていうぐらい前進規制が強くなってたので、かなりだから当週にその石間よく終わってからかなり整備気味にして状態を整えてっていうタイプだったので、それもあったんじゃないかなと。皐月賞であのポジショニングできたので、かなりハードに攻めて前進規制強くして、そういうふうに馬を作ってるっていう話も聞いてましたし、となると、いよいよ そこからダービーということになるわけですけれども、そこまで皐月賞で仕上げていたということになると、気になるのは上積みがあるやなきゃってとこなんですけど、松並さんご覧になってどうですか？調教のその内容っていうんですかね、負荷の強さだけだったら今回の方が強いと思いますし、実際強いと言ってます。
陣営はね。ただ1週前の本当に誰が見てもすごいなっていう皐月賞の1週前と比べると、ダービーの1週前は僕はちょっと物足りなくて、なんていうのかな、まあまあロード・フォー・エースに合わせたんですけどね、3と合わせして、したんですけど、そのロード・フォー・エースは走る馬なのでね、それに手応え自体で負けてしまうのはいいんですけど、左に重心かかりすぎてるようなハミのバランスが、左重心、映像を見て、大丈夫かなってちょっと思ったんですよね。このバランスのいいまで、そういうことが一番今までなかったの。一応乗ってる人間には確認はしたんですけど、ハミのバランスがね、崩れてなきゃいいなと思っていて、まあ、今日の段階ではそこまでは崩れてないというか、まっすぐしっかりと走れていました。ただ一周前のうわって思った皐月賞の時と比べると、ちょっとピンとこないっていうのは、あくまで僕の個人的な見解です。陣営は全然そんなこと言ってないですからね。あくまで僕の個人的な見解としては、皐月賞の時の方が自信を持って変えた。どこに適性があるかとか、それは全く別にして状態だけで。でもそういったちょっと増並さんの中に不安点がなきにしもあらずという状況ながら、冒頭で一強じゃないかっておっしゃったのは、それはなぜですかね。いや、単純にトレセンの雰囲気がそうだっていうだけで。あ、トレセンの雰囲気がそうだっていうだけで。まあ、ジャスティン・ミラーのマークしておいて、まあ、あとはちょっと惑星っぽいのかな。皐月賞3着はいなくなっちゃいましたしね。僕は3着が一番怖かったので、そう考えると一強なのかな、力的にね。あ、力的にね、なるほどね。まあそういうことになると、まあ、ジャスト・ミラーの、まあ、出来に関しては、まあ、もしかしたら皐月賞ほどではない可能性もあるぞと松並さんの目には映ったという、そういうことになりますか。苦しい状態なのかもしれないなと思って。ああ、そうですか。なるほど、ね、やっぱかなり攻めてきてるんでって思っただけですけど、これが全く問題なく当日を迎えられれば、やっぱりそうやってると思いますし、でも段階では大丈夫だと思いましたし、まあ、そういうのの修正能力が非常に高い厩舎ではありますから、狙ってこういう馬の作り方してるんだねって話をよくされる厩舎なので、なるほど、皐月賞向きに仕上げて、ダービー向きに仕上げるってこともできる厩舎なので、これは僕は信頼はしてますけどね。なるほどね。はい、分かりました。皐月賞馬ジャスティン・ミラノについて、松並さんに伺いました。続いてはですね、矢作厩舎が送り出す新エンペラーですね。矢作先生はもうこれ以前からダービーを意識してるんだということを確か繰り返しておっしゃってた記憶があるんですけれど、まあ、ジャスティン・ミラノと同じになりますが、皐月賞をご覧になって、このダービーへのこうなんかつながりという、そういう点も含めてちょっと見解を伺いたいんですが、新エンペラー皐月賞からダービーへかけてはどうご覧になってますか。距離延長という部分も含めて、まあ、皐月賞というか、このまままともな状態で走ったのって何回あるのかなって実は僕は思ってて、全然できてない状態で走ってるような気がするんですよね。ホープルステークスさんも使う前の段階でほんまに使うのかなって僕思ってましたし、勝利戦に行くような調整過程で行く感じやねって話をしたこともありますし、弥生賞もそうですけど、皐月賞に関しては本当にこれ間に合うのかなと思ってましたし、馬がもう勝手に緩んでました、僕はこの馬が皐月賞に一番近いんじゃないかなと、ダービーよりもね、って思っていたんですけど、それでも評価を落とした理由はそこで、まあ、自力でなんとかね、3着ぐらいは来れるだろうなとは思っていたので対抗にしたんですけど、まあ、そこまでやっぱり G1 は甘くなかったなっていうのが皐月賞で、ダービーに関して言えば、もう前回の方が全然違うというかね、中身が違う、もう1週前の段階から、あれ、今回はちょっと違うな、2週前ですかね、2週前の段階からもだいぶ違うな、今回はだいぶ違うなっていうイメージがあって、これがピークでは全くないですけど、ようやくこの馬がしっかりと調教を積んで、体も芯が入った状態で、心臓が強い状態で出てくるんだなっていう、すごい期待感が思っているので、ダービーかどうかっていうのは全くこっちの話ですけど、今までの状態とは全く違うと思うので、そこにすごく期待。じゃあ上昇度というところだけを取るとすれば、もう明らかにジャスティン・ミラノよりは、新エンペラーの方が上昇度は上。前走はそこみたいな状態でしたからね。そこっていうか、やっていっていう感じでしたから。もっともっと良くなるなっていう。もう牧場から帰ってきた段階から、あれっていう感じだったんで。それはあれですか、何か弱いところや悪いところがあって皐月賞の時はできなかったということではなくて、単にこれ以上やったら馬に良くないから、この程度単純に帰ってきた時に緩かったとか、ああ牧場から帰ってきた時ね、ああ緩かったんですね、緩かった、できてない、じゃあ逆に言うと間に合わないという感じだった。間に合わない、たくさん弥生賞を使って皐月賞を使えば一つだけで上積みがあるだろうって思うかもしれないけど、はい、出したら緩むことはもちろんありますからね、緩んでしまったっていう感じで、今チークピーシーズはい、つけてね、これ
はい、チークペーシーズ、みんな見てる、はい、別に集中しないからあれをつけてるわけじゃなくて、はい、普段歩いてる時とかによそ見したりとか幼い声、はい、まだまだあるのでそこを制御するためにつけてるだけなので、レースでは外すと。じゃあもう明らかに新エンペラー、まあ、お兄さんがねその凱旋門賞馬だなんだってこともまあありますが、やはりこれは万世タイプの馬だということでよろしいんでしょうかね。新エンペラーは今までできてなかったんで、もし最初からがっつり乗り込んでたらどうだったかなっていうのはちょっと分かんない。それが万世かどうかっていうのも、実際ここで結果出せば凱旋門でしょうし、凱旋門賞でいい勝負すればもうそれは万世ではないですし、ただ今までがあまりにもできてなかったんで、こんな状態で自分は行くのっていう感じだったので、それを思えば今回はようやくむちゃくちゃいいっていう感じじゃないですけど、本当にようやく、使う感じですね。いい感じで。なるほどね、わかりました。まあ、新エンペラーね、明らかに皐月賞よりはいい状態で出てくることはもう間違いないということでございます。それからあとはトライアル青葉賞の勝ち馬シュガー君ですね。青葉賞といえばもうダービーのたびに言われるんですが、まだ青葉賞勝ち馬がダービー馬になったことはないし、関西馬は連帯ももうほとんどしてない状態、3着が最高というね、ことなんですけれど、まあ青葉賞勝って中3週でまた東京に持っていくという、まあやっぱりそのあたりが関西馬の青葉賞馬にとってきつい最大の理由なんですかね。まあそれは間違いなくあると思いますけど、でも普通に走ったらアドミラブルは勝ってました。ああ、まあいろいろ直線でのね、ありましたからね。いやもうレーデオローが動いた時に一緒についていったら2馬身がちぎってます。ダメージ全然なかったですね。シンボリックレセンスも体能ギムレスさえなかったら勝った。僕は別に青葉賞が不利だとは全く思ってないです。出てないけどね、出てないけど青葉賞が不利だとは僕は思ってないです。ただですよ、シュガー君は僕は果たしてそこまで強いのかなとずっと思ってて、あやっぱ強いんだと思いながら走ってるんですけど、1周前の動きはねポルザコフスキーって合わせたんですけど、はい、で先着って見た目もかっこよかったんですけど、実際僕自身はポルザコフスキーの方がいい動きしてるんじゃないかなって思ってて、まあ、あのまま走るんでね、まあ、きついローテーションではありますけどね、ガツガツやる感じのどちらかというとハードにやって、こんなにやってもいいのっていうぐらいやる厩舎の馬にしては今週は意外とソフトだったな、そしてその走りが意外と小さかったなっていう印象をちょっと持ったんですよね。疲れが残る残らないっていうのは青葉賞組のテーマだっていつも皆さん言いますし、僕もそう思いますけど、これは克服できなかったんじゃないかなっていう気がちょっと今週の駅伝を見たら思いましたね。先週はしっかりと動かしたんですけど、っていうのは僕の感覚です。青葉賞勝つ前の時点で厩舎サイドとしてはその大きいところっていうのを意識してるような、このシュガー君の大きいところに行くために使ってたわけですし、大きいところに行くために大観田倉賞でしたっけ、あれを使ってるし、もうジョッキーももちろん大きいところに行くっていうふうに明言してましたからね。素質は高いとは思うんです。ただそれが今回ビタッとはまったのかなっていう気はちょっとします。ただ僕はこの馬のジャッジを何回もミスってるんで。あ、そうなんですか。僕この馬ね、本当に走るなと思ったことが一度もないんです。だからあんまり高い評価をしないでずっと来てるんで、あんまり参考にはならないかもしれない。いやいやいや、なるほどね。北さんブラックの、ね、弟っていうあたりでも注目されてるし、武豊ジョッキーがまあ乗ってきたということもあって、ね、名前も可愛いし、結構いろんな意味で注目をね、そうですね、注目を浴びてますし、このままバックね、すごく行けば盛り上がるなとは思いますけど、まあ、でも北さんブラックとは違うなとは、まあそれはね、やっぱりね、違いますよね。まあ、なるほど、本当に僕だったのは、古馬だからですよね。ああ、なるほど、なるほど。まあまあ、サンサイの時から走ってましたけど、コバになってからの北さんブラックの異常なね、首回りの発達とかね、ここの抜け方、もう異常でしたから。何、ああいうところまではまだ行ってないですから。分かりました。というところでね、シュガー君はまあちょっと少し青葉賞のまあ反動とは言わないまでも、少しその疲れがまあ抜けきってない恐れもあるのではないかというのが松並さんのご判断でございました。ではまあここまでに挙げた3頭ももちろんそうなんですけれど、穴馬といいますか、人気面でこれ妙味あるから、まあ関東馬も含めて出走馬登録馬全体でこれをちょっと1頭ピックアップしたいという、そういう注目馬いたら教えて、最後に教えていただきたいんですけど。1頭ですか。あ、いいです、2頭でも3頭で。関西馬はね、人気ないやつの方が具合良さそうに見えるんですよね。あ、そうですか。例えばエコロバルツでしょ。エコロバルツ、それからサンライズジパングでしょ。サンライズジパング、でダノンデザイン、あたりはあ、いいなって追い切りって思ったんで。あ、追い切りでね、まあ、能力が足りてるかどうかは全く別問題、はい、また別ですから、ね、全く別問題ですけど、で C コースに変わるんで追い込み一発じゃ無理だよなとか考えるじゃないですか。
はい、っていうのは全く別問題なんで、そこから予想するにあたって、うん、じゃあ入れてねえじゃねえかって言われる可能性は違うじゃないですけど、うん、まあでも穴っぽいってなったらここら辺かなとは。まあ、確かにねダービーって3着に人気薄がよく来るレースでもありますからね、うん、というところでね、追い切りもご覧になった状態で、まあ、増波さんちょっとお忙しいところねお時間をいただいて、ジャスティン・ミラーの新エンペラーシュガー君のまあ話を中心に伺ってきました。まあ、関西の人気薄からちょっと面白いところ調教からも名前上がりましたし、ちょっとその辺はね皆さんももしかしたら馬券に絡めていただければ美味しい思いができるかもしれません。増波さんの印の方はですね発売中の東京スポーツ大阪スポーツこちらの方で、ご確認いただければというふうに思います。増波さんすいません、お忙しいところどうもありがとうございました。いつもはい、またぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあ失礼いたします。ありがとうございました。はい、はい、ここからはですねダービー大予想後半になります。いつものように競馬ラボの鹿野くんと進めてまいります。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ここからはですねいつものスタイルで出走する馬の血統採点をしていきます。もちろん5点満点です。これはですねローテーションとか格とか、まあ、そういったものは一切無視してですね、はい、とにかく血統のみからこのダービーポイントを採点したということでございます。まあね、そういったこともあるんでちょっと思い切ったことなるべく点数つけようかなっていうふうにいつも思ってるんですけどね、はい、でも難しいですよ今年も。そうですね。じゃあまずは聞いていきましょうか。はい、日本ダービーの放送決闘ポイント何でしょう。そうなんですね、これね、はい、もう皆さんお気づきだと思うんですけど、もう近10年というか12年かな遡っても結局ねダービー優勝馬の、父親はディープかハーツか金亀しかいなかったんですよ、ずっと、はい、ずっとね。ところがディープサンクが去年出なくなって、はい、そして今年は、まあ、ハーツも出なくなってっていうことで、はい、まあ、大きなシフトチェンジが来てるわけですよ。まあ、そのシフトチェンジで例えば去年サトノクラウンサンクのタステーラが勝ったりとか、はい、そうですね、うん、まあ、そういうようなことはあったんですけれど、はい、これから数年はねまだこういうちょっと状況がね続いていくかなというふうに思います。なるほど。うん、でまあそうなってくるとやっぱり血統傾向ってすごく探りづらいんですよ。はあ、過渡期ということですね今。まさに過渡期です。はい、でねそのオークス先週行われたオークス見てもそうなんですけど、はい、どうやらねちょっとしばらくはね欧州型パワー血統にこの東京24のクラシックは寄っていくかなというね、ほう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 、ちょっと仮説というか推測立てました。はいはい、これね実はねサンデーサイレンスが亡くなった後の数年間もそうだったんですよ。ディープがもう君臨するまでそうだったんです。はいはい、なのでちょっとねこれと近いものがあるかな。よくあのダービーは私も去年までの予想で言ってました。お母さん方がもう本当にダートケット入って高速対応できてっていう馬の方がいいんだよってことを言ってたんですけど、はい、うん、今年からはねちょっと趣旨替えをしました。なるほど。はい、それをこれからちょっと具体的に説明していこうかなというふうに思ってます。はい、はい、水上さんは去年、はい、ダービー本命ハーツコンチェルト3着、そして先週のオークスですよ本命ライトバック3着と、この3着だからなですけども、うん、東京24の G1 はもう当たってますからねクラシック。まあねちょっとねその獅子飼いがどういうふうにこの後出ていくかっていうね、はい、ハーツコンチェルトなんかまさにその従来のあの傾向に沿ってたんですけど、はい、ちょっとね、考えを変えたんで、交互期待というところです。まずはサツキ賞馬ジャスティンミラノ、うん、ジャスティンミラノですね。何点でしょう。ジャスティンミラノは私は5点つけました。これはねちょっとね決闘から行くとしょうがないかなっていうのがあるんですよ。鋭い方はお気づきだと思うんですけれども、お父さんが絆で母の父がエクシード&エクセルというのは、はい、先週オークスで本命にしたライトバックと一緒です。あーなるほど、組み合わせ一緒です。はい、はい、じゃあ5点です ね、 ね、これはね当然そうなっちゃうんですけど、あの底力の絆に、まあ、エクシード&エクセルというのは先週も説明した通り、まあ、デインヒルの系統ですから、うん、まあ、スピード型のデインヒルなんですけど、はい、ジャスティン・ミラノがさらにいいのは、あの母の母方もヨーロッパの重厚な芝血統で固めてるんですよ。ダートの要素が薄いんですよね、はい、全くないとちょっときついかなっていうところもあるんですけれど、ちょこっとは入ってるんですけど、はい、ただねもう本当にこの配合というのはそういう意味ではライトバックよりも適性は高いはずです。なるほど、うん、そう考えるとね、そのジャスティン・ミラーの例えばよくね皐月賞レコードで勝ってるのはダービーでうんぬんって言いますが、はい、とりあえず血統からは距離不安もないし、私がまあさっき言った新しいここ数年のダービー馬像にはぴったりかなということで5点としました。はい、水上さん今年キズナ3区がすごくいっぱい出てるんですけど、多いですねキズナ3区、はいはい、もう一頭キズナ3区で有力視されてるのが、はい、シックスペンス。シックスペンスですね。さあこれは何点になりますか。これはですね私は3点。あ、こっちは低いんですか。こっちは低い。あの、ね、これはねまさにあの一昨年までといいますか、はい、この10年といいますかね、それぐらいのところでこう活躍したというか押せた
タイプなんですよ、はい、というのはお父さんは、まあ、さっきおっしゃったように絆で母方がダート色強い位置で固めたというね、うんうんうん、その高速ババといいますかそういったところでの推進力に合っている。でね、このお母さん型ダート血統はおそらくね、はい、父がディープとか、はい、父がハーツとか、はい、そういった種場に合ってたんじゃないかと思うんですよ。絆の場合は父ディープにもすでに母父ストームキャットってダートがもうかまされているので、はい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 、そこにさらにダートが絡むっていうのは、うん、果たしてどうなのかというところが私の中ではありまして、うん、ここがちょっとね一つのマイナスポイントかなと思います。つまり、はい、このダート色を強めすぎると距離とパワーに私は不安があると思います、はいはい、スピードにちょっと寄ってしまうと思うので私はこれからのダービーではちょっと点数を下げたいと思います、うん。まだまだいます。絆3区、はいはいはい、当たり年ジューンテイク、はい、これは何ていうんですか。ジューンテイクはですね、もうまさにちょっと季節柄いい場面ですね、はい、もうすぐジューンですけど4点。あ、これはいいんですね。これはいいです、はい、絆にお母さん方を見ますとシンボリクリスエースで、母の母父ですね、これがサンデーサイレンス、はいはい、これもう本当にねどっちかっていうと日本で走った馬たちですよ ね、 そうですね。血統は別に日本血統じゃないですけど、はい、シンボリクリスエースはご存知のようにもう日本でね大成功した、現役時代大成功した馬ですし、はい、母の母がサンデー×リファールで、ひいおばあちゃんが大箇所で活躍したツインクルブライド、はい、という血統ですから、まあ、 あの日本型です、はい、でね、この日本型っていうのもヨーロッパ型ほどじゃないですけど、うん、私はしばらくダービーで頑張ってくれると思ってます、うん、はい、順番つければお母さん型がヨーロッパ型が1、はいはい、でその次が日本型、はい、で、その次がダート型、アメリカダート型っていうふうに僕は勝手に仮説を立てているので、はい、その意味でいくと B グループに属するということで、はい、とりあえず4点、絆にはいいかな。で、絆はね、もともと絆自身がビワハヤヒデとか、はい、成田ブライアンとか、はい、あの一族の近親なんですよ。そうですね、ファレノプシスと、はいはい、そういったことを考えるとその絆の方も日本型の血統と言えないこともないんですよ、はい、うん、そうやって考えた場合にこのジューンテイクは非常に、まあ、いいんじゃないかと思いますね、はいはい、まだいるんです。絆3区、はいはい、サンライズジパング、あ、これは何点になりますか。これもだからあくまで血統だけからの評価をしてるんで、はい、そうなってくると4点挙げられるんですよ、はい、これも絆で母の父ゾファニーっていうのはデンヒルの系統で、つまりあの男子リ経由のデンヒルなんでハービンジャーと一緒なんですよね、はいはい、母の母方はアイリッシュリバーにロイヤルアカデミーですから、もうこれは非常にヨーロッパの重厚な血統で、まあ、できてると、はい、いうことが言えます。まあなのでもしかしたら皐月賞よりパフォーマンス上げてくる可能性はあります、はい、ただそれが何着になるかというのはまた別の問題なんですけど、皐月賞よりダービーの方が合ってるんじゃないかと血統からは推測できます、はい、4点はつけていいかなと思いますね。そして絆3区もう1頭湘南ラプンタ、はい、湘南ラプンタ、はい、これはどれでしょうかね、はい、湘南ラプンタも4点、はいはい、これはねちょっと青葉賞で私お世話に、まあ、なりました、はい、でしたね、はい、こちらはですねどっちかっていうとダート色が強くてシックスペンスと似てるんですよ。母の父がアンブライドルズソングのゼンセーショナルで、はい、母の母がヘネシーストームキャットの3区ということなんですけど、はい、これねじゃあなんでシックスペンスより点数高くしてるかっていうと、はい、品系が南米品系なんですよ、はい、つまりガチガチのダート固めじゃないということ、はい、でそれから母の母父もストームキャットだし絆もストームキャット入ってるんですよ、はいはい、つまりストームキャットの 3×4 っていうのはパワー強化と私は思ってます、はい、ということなんでシックスペンスよりは湘南ラプンタの方がまだいいかな。なるほど、同じ点数並べるのはちょっと気が引けたんで、はい、4点つけました。ただこの4は3に近い4だというふうに思ってください、はい、3.5 みたいな 3.56 そんな感じですね、はいはい、面白いですね。お父さんが同じでもお母さん方の血統でこれだけ最低に差が出るっていうのは、うん、血統の奥深さというか面白さですね。そうですね、あの基本的にサラブレッドの血統っていうのは皆さん誤解してますが母系社会です。お、これはもう間違いないんですよ、はい、シボバはもうたくさんの子供出せますけど、はい、お母さん方っていうのはもう年に1頭しか産めないです。ということはお母さん方が栄えているということはとっても強い遺伝能力を持っている、はい、優秀な繁殖能力を持っているということの証明ですから、はい、お母さん方の血はやっぱり重視しないといけないと思います、はい、では皐月賞2着でした。オスモキュランダ、はい、これは何点ですか。スモキランダ、はい、私はスモキランダは3点。そんな高くないですね、うん、これは低めですね、はい、お父さんがアルアインというまでこれはあのご存知のようにダービー馬シャフリヤールの全兄弟ですね、そうですね、はいはい、全兄弟のお兄さんに当たります、はい、ただシャフリヤールと何が違うかというとアルアインの現役時はご存知のように非常に小回りがうまかったんです。皐月賞とか大阪杯とか、ね、そうですね、来ましたね。で、まあ、やはりねあの全兄弟といえどもちょっとそこまで適性が分かれて
てしまっていると、はい、まあ、アルワインのこうコスモキランダやはりね中山だからあの皐月賞あのパフォーマンスできたんじゃないのかなっていうね、うん、その前の弥生賞と合わせてもそうなんですけど、はいはい、それはやっぱりちょっと拭えないかなというところがあります、はい、でねお母さん方はどっちかっていうと、まあ、母の父は、まあ、南米の方にもいる血統なんですけれど、うん、母方の品系はこれオーストラリア品系なんですよ、はい、オーストラリアはどっちかっていうと底力に欠けるので、はい、みんな南米よりもオーストラリアの方が私はですよ私は軽い血統だと思ってるんです、はい、なのでそうなってきた場合にちょっとダービーではきついんじゃないのかなと、うん、距離云々がどうこうよりもダービーというレースの、まあ、激しさに合ってないかなと、皐月賞の小回りの高速決着ってベストの舞台だったと思うんですよ、うん、だから私は皐月賞ほど走れないんじゃないかということで、まあ、3点と低めの点数をつけました、はい、ということでですね、まあ、私が天気とか、まあ、あるいはね、馬場状態とかこれまでのパフォーマンス等々も全て含めてもう考慮したダービー本命馬とお宝馬はですね、競馬ラボの血統トレジャーハンティングの方で公開しております、どなた様も無料で見ることができます。概要欄にリンクを貼ってあるのでぜひこの後チェックしてください。このクラシック先生水上さん京都新聞杯純テイクお宝馬1着、はい、そして青馬賞湘南ラプンタ2着と、うん、推奨馬穴馬来てますからね。そうですね、前哨戦をまあうまく抑えられてるんで、はい、まあ、本番もこの勢いでいきたいなというふうに思っております。はい、皐月賞4着ですね、うん、アーバンシック、アーバンシック、はい、何点でしょう。アーバンシックは5点、高いですね、来ましたね、これは満点つけました、はいはい、これはですね、あの、まあ、皐月賞の内容からも評価してらっしゃる方多いと思うんですけれど、血統からもやっぱり評価できるんですよね、はい、まあ、ご存知のようにお父さんのスワーブリチャードは現役時にジャパンカップを勝ってダービー2着と、はい、まあ、惜敗しましたね。ハーツクライにアンブライドルズソングという配合で、まあ、これはもう以前のダービースタイル、去年の私本命にしたハーツコンチェルト、はい、まあ、こんな配合だったと思うんですけれども、うん、はい、そういった意味でいくと、まあ、絆と似てるんですよ。従来のダービー配合の馬をお父さんに持ってるというね、はい、絆もスワブリチャードもそこはポイントとしてあります、はい、でお母さん方です。これがね、もうヨーロッパと日本をうまく調和させたといいますか、ほうほう、母の父がハービンジャーですよ ね、 そうですね、これはもうヨーロッパのまあ大名馬でございます、はい、でしかもデインヒルの系統で、はい、スピードも当然あると、はい、で母の母方がダンスインザダーク、はい、母の母父がダンスインザダーク、そしてウィンドインハーヘア、つまりディープのお母さんです ね、 ですね、ディープインパクト、はい、これをまあかけてランズエッジというこのままのおばあさんができてるわけですけど、はい、もう本当にこうなんというかスピードとスタミナの調和、それから日本で成功したちとヨーロッパで成功したちの調和、はい、これがね本当ものの見事に取れてるかなというふうに思います。なるほど。私当初はねちょっとこのランズエッジ経由の系統っていうのを少し評価下げてたんですけど、ただこのアーバンシックもそうですし、まあ、あとねこの後も出てきますがレガレーラ、はい、このあたりの活躍ぶり見ますとその考えをちょっと改めまして、うん、もう素直にあのこのウィンドインハーヘアという品系の血の強さというものを、ね、評価した方がいいかなと思います、はい、うん、これはねいいですね、新しい傾向のダービー馬のイメージぴったりだと思います、はいはい、そして、うん、同じスワーブリチャード3区で皐月賞6着でした牝馬レガレイラ、はい、これ何点ですかって聞くまでもないんですけど、はい、5点です、もうほぼ同じ馬だと思ってください、血統表情はね、はいはい、まあね、これはもうお父さんは同じスワーブリチャードだし、はい、まあね、お母さんがアーバンシックとも全姉妹ですよ、ハービンジャーが母の父、ランズエッジが母の母、ね、でこのレガレーラのお母さんがロカ、アーバンシックのお母さんはエッジスタイル、つまり全姉妹ですわ、はい、なのでもうほぼ血統構成一緒っていうかもうほぼ一緒です、もうどうしようもない、はい、これは5点つけます。さあ次は皐月賞5着でした、はい、新エンペラー、新エンペラーね、さあこれは何点でしょう。新エンペラーは4点です。あ、結構高いですね、はいはい、さっきからちょっと何度か名前出してますけど、デインヒルっていう馬がいかに今影響力持ってるかっていうことは、うん、あの今年の、まあ、まあオークスもそうだったんですけど、はい、ダービーも本当にね、それもうとにかく例えば父の母方とか母の母方とか、とにかくデインヒルの血が入ってる馬が今年とにかく多いんですよ、はい、でこの新エンペラーの場合はお父さんシユーニという馬で、そのシユーニの母父がデインヒルなんですよね、はい、この馬の場合はもう皆さんご存知だと思いますが、ほぼヨーロッパ血統だけで構成されてると言っていいと思います、はい、ヌレイエフにサドラーズウェールズにミスワキにニジンスキーというね、この配合ですよね、もうヨーロッパで成功した馬たちもパワーパワーの塊です、はい、でね、さすがにここまで固めちゃうと瞬発力も必要なダービーにおいてはちょっとそれは欠けます、うん、はい、瞬発力は基本的に今まで高い得点つけた馬に比べると見劣ります。でポイントとしては、もしダービーで勝ち負けをするのであればロジャーバローズとか
ディープブリランテとか、はい、ああいうレースしないと厳しいと思うんです。瞬発力前の方につけて先に抜け出して粘ると、そう粘る、はい、そういうような競馬をしないとさすがに瞬発力がない血統なんで厳しいと思うんですよ、はい、なので満点はつけられなかったんですよね。さすがにキズナやスワブリチャードほどのスピードがない、なので5点はつけられません。はい、水上さん、はい、これは注目してる方多いでしょう、うん、シュガー君、うん、何点でしょうか。シュガー君は甘くない3点。甘くないですね。甘くなかった。辛口だな採点は。これあの絆3区ばっかり言われますが、このシュガー君にもね親子3大制覇、そうなんですよ、ダービーね、はい、かかってるんですよね。金亀ドゥラメンテと来て、もしシュガー君が勝てば3大制覇と、はい、いうことになるんですが、まずねちょっと お父さんのドゥラメンテはちょっとまあ別にしまして、はい、この馬ご存知のようにも北三ブラックの、まあ、半兄弟判定ですよね、はい、でね北三ブラックがやっぱりね皐月賞は3着に来ましたけれど、はい、ダービーで惨敗したんですよ。そうなんですよね。でね本格化したのは秋以降なんです、はい、基本的にあのこの北三ブラックの品系シュガーハート、まあ、そのか遡っていく一族は多分万世型だと思います。でこれをお父さんのドゥラメンテの血でどうカバーしていくかということになってくることだと思うんですよね、はい、でドゥラメンテって、まあ、万能型だし早くからも活躍できるし小馬になってからも全然あの衰えないというタイプだと思うんですけれど、うん、そういったね万能型のお父さんに万世型の母っていうのは基本的にどっちかっていうと万世型の方が引っ張られます、まあ、そうなりますね、うん、はい、そう引っ張られますということもあるんで、シュガー君は青葉賞をあれだけ、まあ、強かったと思います。強かったんですが、はい、これやっぱり相手のレベルの問題とかもあるんで、このダービーのメンバーに入ってしまうと秋は分かりませんよ。あくまで今週の時点では3点止まりかなというところですね、はい、さあこちら両決馬、うん、はい、ダノンエアーズロック、はい、何点ですか。ダノンエアーズロックは3点。あ、低いですね。これはね低いです。血統表を見ますとサドラーズウェールズとかデンヒルとかヌレイエフとかニジンスキーが入ってる点は、はいはい、新エンペラーと共通してるんですよ、はい、ただこの馬はさっきも別の馬のところで言いましたがオセアニアの品系なんで、はい、底力がちょっと足らないだろうというところですよね。でプリモシーンのまあ判定ということもあって、はい、距離が伸びた時の魅力が少し足らないと。であとねモーリスの子供たちってどうもね、はい、このモーリスの3代母の父であるモガミ、これはね、はい、昭和50年代ぐらいの後半ぐらいにまあ結構産駒たくさん出したんですけれど、はい、みんな気性が悪かったんですが、はい、これがねどうもモーリスの子って出てる可能性がある。あとダノイアズロックはダンチヒのクロス持ってるんですけど、それも距離不安が一つある。でこのモーリス産駒は東京芝 2400m のオープン以上ですね、はい、これに限るとですね意外と出走投数少なくて、はい、でも0006なんですよ。これつまり去年あのノッキングポイント5着したんですが、はい、もうこれが実質最高で上位人気の馬も多いというふうに考えますと、はい、この出走投数のオープンでの出走投数の少なさで、それから成績の悪さ考えるとやっぱり距離の壁は拭えないかなということですね。母数が少ないってことは、うん、この距離に合う馬がいないっていうことですよね。そう、そういうふうにここ走らせたいと関係者が思った馬が少ないと、はい、で実質出世してないということの表れなんで、はいはい、ちょっとね高い点数つけられないですね。あんまり考えたくないんですけど、はい、ダービーが雨になってしまった場合、そうですね、プラスになる馬マイナスの馬いますか、はい、ですね、間違いなく、まあ、これね前の皐月賞の時にも言ったんですけど、間違いなくプラスになるのは新エンペラ、はい、これはもう雨雨フレフレですけど、はい、まあそこまではね天気予報から言ったら降らなそうですけどね、はい、あとはジューンテイク、これは大丈夫だと思います、はい、あの雨降ってもどんと来いだと思ってます。この2頭はまあ加点していいでしょうね、はい、それ以外は別に大きくマイナスになるって意味じゃなくて、この2頭が加点していいよという意味での推奨ですね、はい、さてですね、お待たせいたしました、カノ君の今年日本ダービーで狙いたい馬1頭、この馬を挙げてもらいました。カノ君どれでしょうか。はい、今年ダービーで気になる1頭これです、はい、新エンペラー。お、新エンペラーです。おー、というのも、うん、近年のダービーの穴パターンは皐月賞で評価を下げた実績馬、うん、もうこれです。なるほど、はい、まず去年タスティエラ、うん、タステラ、皐月賞2着だったのになぜか評価を下げる4番人気、うん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 、アスクビクターモア、皐月賞5着で頑張ったのになぜか7番人気で3着、確かに、うん、ステラベローチェ、皐月賞3着だったのにダービー9番人気、うん、あとベルトライゼンテって言われたんですけど、はいはいはい、これ皐月賞4番人気で、うん、ホープフルステークス2着だったのに、うん、ダービー10番人気の皐月賞1回だけでなぜか人気を下げた馬、うんうんうん、で今言ったベルトライゼンテにそっくりな実績を持つのが新エンペラーです。なるほど、はい、ホープフルステークス2着とか弥生賞2着とか、うんうん、もう明らかにこの世代トップレベルの実力を示しているのに、うん、なぜか距離が不安なのか、
東京が不安なのか分かんないですけど、人気を落とすというところで、これがまさにダービーの穴パターンなんじゃないかなと思います、うんうん、なるほど ね、まあ、ね、今挙げた例見ると一着はないけど福穴としてすごく面白そうな、ね、感じはありますよね、はい、僕が紹介すれば大体そうですね、2着か3着のなりそうな馬を紹介するなるほど、はい、シンプルは私も、ね、4点をまあつけましたんでね、はい、ぜひそういった意味でしょう、見捨てないでいただければと思いますね、はい、なおですね、当日の天気とか、馬場状態とか、まあ、それからね、これまでのパフォーマンスとかもやらゆる要素を含めて、私が決めた本命馬とお宝馬は競馬ラボ血統トレジャーハンティングで公開しております。どなた様も無料で見ることができます。概要欄にリンクを貼ってありますので、ぜひご覧になってください。それからですね、皆さん の日本ダービーのですね、まあ、本命馬あるいはちょっと狙ってる穴馬いましたら、ぜひコメント欄にね書いてみてください、はい、もちろん私も拝見させていただきますし、また視聴者さん同士のですね、ちょっと情報交換といいますか、そういったことにもつながると思いますので、ぜひ、お願いしたいと思っております。なおですね、チャンネル登録まだという方はぜひこの機会にしていただければ嬉しく思います。次回につきましてもですね、このチャンネル登録をしていただければお知らせがいきますので、次回のこの競馬大学に関しての情報もチャンネル登録をしてぜひお待ちいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。最後までお付き合いいただきありがとうございました。